富士。富士は日本海軍の戦艦。富士型戦艦の一番艦。日本海軍が初めて保有した近代的戦艦の一隻、日本海軍の軍艦で最高圧の減速走行を持つ最高 457mm。後の大和型戦艦でも 410mm 厚。旧式化により解剖艦へ類別変更。その後、 練習艦として使用された。艦名は、日本の最高峰富士山にちなむ。艦名としては、明治初期の軍艦、富士山に続いて二代目。富士型戦艦二隻を含む1891年、明治24年の軍艦建造予算は、第二回議会で否決。翌年の第三回議会、第四回議会でも否決され、これに対し明治天皇が、 自らの宮中費を節約する県関省直を出して、ようやく議会を通過した。本館は、イギリスロンドンのテームズ社で建造され、1894年、明治27年8月1日に寄港。1895年、明治28年8月18日、日本海軍は建造中の皇后鋼鉄戦艦、本館を、富士、お都合鋼鉄戦艦を、八島。 皇后法治官を、宮古と命名する。1896年、明治29年3月31日、浸水。10月28日、開港事務所を、開軍省内に設置。開港委員長は、三浦磯を軍大佐。開港委員は、山本康次郎機関大元、木村宗介軍医大元、後、海軍軍医総監、斉藤実少佐、坂本はじめ少佐、 岩本工作少佐、津田三郎少佐、桑原総吉軍医賞官、後、海軍軍医総官、田島惚高大尉、後、防護巡洋官、住園艦,艦長となるも戦士、野間口兼夫大尉、富岡信次郎大機関士、瀬戸菊次郎大機関士、金常根著三大機関士、鳥山来二大司刑、山田正俊大司刑、加藤漢治将尉、中島助とも尉、後、戦艦、 山城館長、吉岡藩作将尉、斉藤七五郎将尉、吉松市路商機関士、宮川国気象機関士という陣容だった。10月29日、本席を佐世保陳府と定められる。1897年、明治30年6月14日、春光に先立って領収主軍艦旗を掲げ、常備艦隊に編入、防護巡洋艦、妻に代わって、 常備艦隊機関となる。これは、スピットヘッドで行われる、ビクトリア女王即位60周年記念艦艦式に参加するための招致だった。6月27日、機関は、富士から戦艦、鎮炎となった。8月17日に竣工。艦長、三浦伊佐岡軍大佐の方たちに、日本に開港され、10月31日に、横須賀到着。11月1日、 警備艦と定められる。12月20日、常備艦隊に編入。1898年、明治31年3月21日、日本海軍は、海軍軍艦及び水雷艇類別標準を制定し、1万トン以上の戦艦を一等戦艦と定義。該当する四隻、富士、八島、朝日、四季島が一等戦艦に類別された。 同年11月19日、明治天皇は、孔病期の常備艦隊を展覧。その際に、富士は、天皇のお召し艦となる。1902年、明治35年4月1日に本席を、クレチンジュフに変更。7月22日、駅務を解かれ、第一予備艦扱いとなる。1903年、明治36年12月28日、 常備艦隊が解体され、戦艦を中心とする第一艦隊と巡洋艦が主体の第二艦隊が設置される。第一、第二艦隊で連合艦隊、司令長官、東郷平八郎海軍中将を構成た。富士は第一艦隊令下の第一戦隊、戦艦、三笠、朝日、富士、矢島、四季島、初瀬、通行艦都に配属される。 日露戦争では、主力戦艦として、旅順口、攻撃、旅順航閉塞作戦、公海海戦、日本海海戦と、主な作戦に参加した。1911年、明治44年10月中旬、明治天皇皇太子、大正天皇が、岐阜県、愛知県、広島県に行刑することになった。10月20日、皇太子は宮島で、富士に増刊した。 二十一日、日向、土佐間の養生で、第一艦隊、第二艦隊、水雷戦隊の演習が行われる。翌日、お召し艦は、再起湾に入港。二十三日、皇太子は、再起湾大入島に上陸した。富士に帰還後、戦艦朝日艦長、伏見宮広康大大佐と会食した。二十四日、夕刻、富士は、広島湾に到着。 翌25日、第一艦隊の射撃演習を見学した後、神戸へ移動する。同26日午後神戸港に到着。27日、皇太子は、富士を退官して帰京した。1912年、大正元年8月28日、日本海軍は、艦艇類別等級表を改定する。富士を含め六隻、壱岐、丹後、富士、岩見、相模、 津王が一等解剖艦に類別された。1922年、大正11年7月、富士は、廃棄戦艦加が、加賀型戦艦を神戸から横須賀まで栄光。続いて8月には、廃棄戦艦とさ、加賀型戦艦を長崎から呉へ栄光した。9月1日、二隻、富士、岩見、元ロシア戦艦を料るは、軍艦席より除かれた。富士は、特務艦。 運送艦となる。同年12月1日、富士は運送艦から練習特務艦に類別変更された。ワシントン軍縮条約に基づき兵装、装甲を撤去、運用実練習艦となる。1923年、大正12年の関東大震災では救護活動に参加。1926年、大正15年より、横須賀吉倉海岸に経留。 定つなぎ練習館となった。1934年、昭和9年に海軍公海学校が創設されると、公海学校保管館として艦上に居住区施設や公道を増設、浮き校舎となった。1939年、昭和14年、海軍公海学校が海軍法術学校の傍らに移転すると、富士も経流地を変更した。その後、 終戦直前の横須賀空襲により炎上し、大破着底、戦後に解体された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。